はいどうも、やすいとです。今日はですね、こちら、はいはい、じゃじゃん、こちらですね、すごい煮干しラーメン、なにさんのね、お取り寄せラーメンが今日届いたので、今日はね、これを作っていこうと思います。はい、なにさんすごい東京で有名なお店で、煮干しラーメンがすごい有名なんですよね。もう本当に煮干しをこんなに使うのかっていうぐらい使ってて、それがね、すごく癖になる美味しさなんですけど、今日はね、それのね、煮干しラーメン、なりさんの、それが届いたんで作っていこうと思います。こちらがスープですね。で、これがね、麺なんですけど、もうね、なんかすごいですよ。もうなんていうんですか、これ、この真ん中にくっついてる、これ、ほんまやったら細く切る麺なんですけど、それをね、もうこのまま、もう平打ち麺みたいな感じで、すごいでっかいのがいけるんで、すごい楽しみです。それでは作っていきたいと思います。レッツゴー、ブイブイブイイーブイ。はい、それでは作っていこうと思います。こんな感じでね、作り方書いてあるんで、これ見ながら作っていきます。すごいなんか可愛いですね、コメントで。いぼらっしゃい、おうちでラーメンなりをご注文いただきありがとうにぼ。美味しく食べてにぼ。美味しく食べてにぼ。なんか可愛いですね。こんな感じのコメントもあります。ありがとうございます。こちらですね。ナリのスープなんで、これ入れて煮詰めていこうと思います。それでは入れます。よいしょ。だいたい10分ぐらい、これで待ちたいと思います。はい、そしたらもう沸騰していたんで、あげたいと思います。うこ、怖こ、はい、熱、こんな感じですね。はいはい、ついにそちらこの、むちゃくちゃ太い麺ですね、これ茹でていきます。はい、あげたらこんな感じです。本当にむちゃくちゃ太いですよ。じゃあ入れます。はい、いいよ、よいしょ。これがだいたい5分ぐらいですかね。5分ぐらいかかるんで、ちょっと混ぜながら入れていきます。めちゃくちゃ太いですよね。なかなか今まで太いのって聞いたりもしましたけど、なかなかこんな太いのは初めてですね。これがね、本当は切るんですよ、こんな感じで切るんです。もうそれを切らずに入れてるんで、なんかすごいですよ。でも切ったやつでも結構太めんすけどね。じゃあまあ5分ぐらいかかるんかなと思いますけど、じっくり茹でていきます。はい、そしたら、こちらですね、さっき茹で上がったこれを切りしていきます。はい、そしたらしっかりこうやって、湯切りしてください。やっぱり湯切りすることで麺のもちもちとか食感が良くなるんで、しっかりやってください。よいしょ。はい、こんな感じで出来上がりました。そしたらね、盛り付けていきます。はい、そしたら今から盛り付けていきたいと思います。いや、これお湯張ってる器ですね。このお湯捨てます。出て、はい、じゃあここにこの煮干し、これ入れます。これスープですね。熱、あ、チャーシューも入ってんのか。よいしょ。よいしょ。チャーシューはこれ盛り付け最後に乗せます。うん、いや、すげえ煮干しだね。ここにこれですね、麺入れます。めちゃめちゃ太いですこれ、麺です。はい、これを、よっしゃ、
はい、そしたらさっきのチャージも載ってます。チャーシート見えますね。おー、すごい。すっげー、トロトロする肉。すっげー、トロトロ、うん、よいしょ。こんな感じですかね。はい、そしたらネギ乗ってます。ネギですね。はい、こんな感じですね。はい、そうですね、最後にこれを七味味噌かな、赤味噌だと思うんですけど、これ特製のタレですね。この特製のタレ、これかけます。はい、こんな感じですね。はい、完成しました。それでは食べていきたいと思います。はい、それでは食べていきたいと思います。じゃあまずは麺ですね。もうね、あの平打ちもで、ふっといっすけど、ちょっと待ってよ。麺がね、あの平打ちも太いんですけど、普通のね、麺も、もうすごい太いんですよ。もうね、こんな感じで、めちゃくちゃ太いんですよね。それではね、いただきたいと思います。じゃあ、いきます。うん。お、すごい。すごい弾力ですよ。もうラーメンの麺っていうよりも、うどんですね。すっごいもっちもちで。しかも小麦の風味もね、結構強いんで、むちゃくちゃ美味しいです。あと煮干しかな。やっぱ煮干しが一番でも強いですね。風味といい、香りといい。でもむちゃくちゃ美味しいですね。そしたらね、これはやばい。ちょっと待って。くっついてるというか、もうすごいことになってますよ。これがね、最初に紹介した。もう超でかいですよ。僕の顔よりは小さいけど、大きいです。はい。こんなんですね。それではね、食べたいと思います。え、どんな食感なの？いただきます。お、すごい。これ、こっちの方がもっともちもちしてますよ。もう、噛み応えがすごい。すごい反発してきますよ。弾力がすごいな。多分切ってない分、面積もすごい大きいんで、すごい噛み応えがあって美味しい麺です。麺なんかちょっとわかんないですよ。きしめみたいな感じですね。名古屋とかでよく食べられてる。あれに近いな、食感は。でもむちゃくちゃもちもちしてて美味しい。そしたらね、スープ。ちょっと、レンレが、ちょっと何、忘れたけど、ちょっと飲みます。いただきます。あー、すっげー煮干し。多分ね、他のラーメン屋さんに比べても、もうダントツで強いですよ、煮干しが。もう煮干しの風味がガスンってくるんで、もう煮干し、煮干し、煮干し、もう煮干ししか来ないです。味は。だから結構ね、これ好き嫌い分かれそうなんですよね。だから煮干し嫌いっていう人は、あんまりこれ好きじゃないと思うんですけど、もう煮干しね、好きっていう方にはすごい、おすすめです。もうそんぐらいもう、追い煮干しっていうか、うん、煮干しがすごい、口の中で追っかけてくるんで、すごい広がるんで、美味しいです。そしたらね、この、チャーシュー。こちらですね。これ食べたいと思います。すごいトロットロなんです。いただきます。お、すごい。柔らかい。
むっちゃくちゃ柔らかいですよ。もう口の中に溶けるぐらいもうトロトロですよ、このチャーシュー。じゃあね、メンマもいただきたいと思います。うん、美味しい。しっかり醤油が効いてて、しっかり、味濃いめの味付けなんで、すごい美味しいです。めちゃめちゃうまいですね。はい、ということでね、今日はね、すごい煮干しラーメン、ナディさんの、お取り寄せラーメンを紹介しました。ナディさんはもう、自分の、会社っていうか、その宅麺とかではなくて、もう自分のところからオンラインショップっていうか、ネットショップをやってるんで、そちらの方で、ご購入できるんで、そんなにね、売り切れとこは見たことないんで、今も現在も売ってるんで、ぜひね、気になった方は、概要欄に詳細の方は貼っておくんで、そちらの方で確認して買ってほしいです。はい。すごい煮干しラーメン、ナディさんのお持ち帰りラーメンを、すごい煮干しラーメン、ナディさんのお取り寄せラーメン、こちらをね、今日は紹介していきました。ナディさんはですね、自分のところのオンラインショップ、ネットショップをやってまして、そちらの方でご購入できるんで、ぜひね、気になった方は、概要欄に詳細を貼っておくんで、そちらから、買ってみてください。今度がいいねと思った方は高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。いやー、すごい煮干し。すごい煮干しやな。では、バイチャ。